皆さんこんにちは、キャッシュレスTVの小林です。今日はですね、スペシャルゲストに伊藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。前回の動画見た方ご存知だと思うんですけれども、今年2020年度入試で東映の理科2類に現役合格された方でございます。はい。で今日はですね、伊藤さんに、あらゆる勉強法について、聞いていきたいと思うんですけど、まずやっぱり理系ということで、数学ですよね。はい。なかなかこう、一般的な世の中のイメージだと、やっぱ女性って数学苦手ってイメージの人多いと思うんですよ。ただやっぱりね、東大受験生をね掲げる方々、皆さん数学できる女性の方もたくさんいらっしゃるんですけど、普段こう数学の勉強をどういうふうにやっていたか、今日はその辺からちょっとスタートしてみようと思うんですけど、まずなんかこうざっくりこう今までどういうふうに勉強してきたか教えてもらえますか？はい、まず私は数学は普通の人は1対1とかチャートとかそういう網羅系を使って基礎固めをされると思うんですけど、私はいわゆる網羅系の参考書をちゃんと真面目に解き切るっていうのが苦手だったので、そういうのをやってなくて、学校と塾の2本立てでやってましたね。なるほどなるほど。塾とかのテキストを普通に復習をするとか、そうですね、そういう感じですか？はい。でなんか3年生の時は学校の授業でやるとか塾でやる問題演習が中心で、秋ぐらいまでは闇雲に解きまくってたんですよ。基礎もないのに。で演習の授業が多いからとにかく出された問題を解くみたいな感じでしたね。なるほど。学校とか、塾で、その出される問題が結構だから良かったってことですかね。そうですね。レベルはすごい高かったんですよね。でもただ解きまくってただけだったので、全然数学が伸びなくて、途中まではもう冠は夏も秋も25点とか、120点。そうですね。冠ってのは東大模試ってことなんですけど。そんなに25点よくないんですよね。いやもうめちゃくちゃ悪いですよね。ずっと苦手だったんですけど。それが変わったのが秋以降っていう感じですか？はい、そうですね。でやっぱりいっぱい解いてるのに全然結果が出ない。これはやっぱ何かが違うんじゃないかと思って、やり方を見直したんですね。で私は基礎がないからいっぱい解いても全然土台がないから。上に積み上げても覚えられなくて崩れるんだっていうのを気づいたので、でももう秋なのでそれを網羅系やる時間はもうないから気づいて、自分なりの方法を考えて、ちょっと難しいんですけど名前をつけるとしたら、分野別に系統を立てるっていう学習法ですかね。なるほどなるほど。例えばどんな風にちょっと詳しく教えてください。例えば1問問題を解くじゃないですか。で説明すると、思考回路のエッセンス部分を自分で言葉にして抜き出して、解き順をこうだんだんに振り返っていって、この問題の部分を振り返った後に分野一般に消化できる解放や一般性を見出してまとめるっていうのを繰り返してましたね。例えば多変数関数の最大最小問題だったとしたら、最終的には自分の頭の中にはこうやって収納されるぞっていうのを言うと、多変数の時は1文字固定、あとは1文字消去、あとはパラメータの存在範囲に帰着させるとかいう方法があって、今回は例えば ABC の3文字でまずは C を1文字固定させて、その後は2文字を消せる等式がないからパラメータの存在範囲に帰着させて、AB2 文字の式になって、今回は B イコールの式で表せるから、図の平面の共有点条件で解けるみたいな感じで、問題ごとのことを解放を振り返って脳みそにこの整理してしまい込むっていう感じをやりましたね。めちゃめちゃ多分勉強としては大正解な勉強法ですよね。まさにうちのインターンでですね、栗崎という東工大の人間がいて、ありがとうございます。東工大9割男なんてやってるんですけど、彼がまさしく訓練に似ていて、例えばこういう問題だったら、大体もうこういう分岐で解くっていう、そのピラミッドみたいなのを自分の頭の中に入れてて、何度か今までキャッシュレス TV でもその彼のピラミッドを一部公開する動画を出してきたんですけど、多分かなり似てる。だからまず具体的な事例から、その問題の傾向としてのまず一般化をした後に、さらに多分その系統別のこういう問題だったらこれがこれがこれがこれで、こっちだったら多分分岐があってこれこれみたいなのをやっていたということで、めちゃくちゃすごいですね。そこどこで気づいたんですか、それは？塾で先生が最初のうちは全然気づかなかったんですけど、毎回同じことを言ってるぞって思って、例えば奇跡の時にこれはこの問題でこうでこうだからって、これ前も聞いたぞって思ったら、なんで何回も言ってるんだろうって思ったら、これは分野別にそういうまず頭に基本的に入れておかなきゃいけない大前提の思考回路があるんだっていうのを気づいて、それを他人から教わるとあんまり身につかないじゃないですか。だから自分で解いてまとめて解いてまとめてっていうのを自分でやったらいいんじゃないかなと思って気づきました。なるほどですね、すごいですね。それでもう数学は結構まあそうですね、そんなもう4巻とかのレベルにはいかなかったんですけど、まあでもそれでかなり変わりましたね。なんかあれですか、本番今年まだ多分合格者の点数来てないと思うんですけど、はい、出来の感覚だとどうでしたか？まあ今年いつもよりは難しいなと思ったんですけど、でも普段よりは全然良くて、まあ、2半ぐらいだからまあ、最低必要なレベルぐらいは取れたんじゃないかなと思っています。なるほどですね、ありがとうございます。あと他の科目についてもいろいろ聞いてみたいところではあるんですけど、はい、やっぱり東大っていうと、まあ、過去問ですよね、はい、たくさん過去問解かれたと思うんですけど、どうですか過去問の使い方の注意点とか。まあ、まず過去問は私そんなに解いてなくて、うん、まあセンターの後に、まあ、苦手だった理系科目は5年分で得意だった英語と国語は2年分しか解いてないんですけど。マジですか？はい。マジですか？ごめんなさい。とりあえずすごいっすね。いや多分東大志望でそれしかやってないけど多分僕初めてだったと思うんですよ。不安はありましたね。みんないっぱい解いてたんで。ですよね。そこからどうでしたなんか。まあなんかセンター後に始めて、でまあそんな年数は解けないだけど、いっぱい解いてもそれがそのまま出るわけじゃないから、まあ、その中からエッセンスだけ抽出して、で自分の体に染み込ませればいいだろうってことで、まあ、復習を結構大事にしてやりましたね。なるほど。例えば、まあ、じゃあ物理とか科学だったら、はいまあ、さっきの多分数学と似てると思うんですけど、そうですね、どんな風にこう復習されてたんですか？例えば物理は私すごい苦手だったんですけど、でも問題を解いてみると単振動がよく出てくるなとか、まあこういう問題系統とか、あとはまあ分野だけじゃなくこういう考え方を要求される問題が多いなっていうのを結構見つけたので、そういう時はこういう風に解くとか、なんですかね、やっぱりそれも自分の中でこの対応づけて、まあ復習するようにしていましたね。なんか僕がちょっと挟んじゃっていいのかわからないんですけど、はい、多分すごく伊藤さんは抽象化がうまかったんだろうなと思うんですよね。だからその問題を基本的に多くの受験生の方って事象、まあ、問題を見て、でまあ自分が答えて、まあ、正解間違ってる。あ、じゃあこれってこういうふうに解けばよかったんだっていう、まあ、その対策としての事象は見てるんですけど、そこから抽象化してここはこういうものが問われてとか、東大は多分こういうことを聞いてきてるんだなっていうところまでなかなかいかないんですよね。で多分そこに行くために10年分とかやっぱり必要になってきちゃうんですけど、多分それを多分5年分とか2年分でたどり着けちゃったっていうことなのかなっていうことなのかな。いやすごいですね。過去問自体はそのたくさんやってないけど、まあそれぞれそういう対策をして。そうですね、だからまあ解き直しっていうよりかは、まあ分野ごとの解放や考え方のプロセスが合ってるかっていう確認と、まあ自分がなんで解けなくて、で本番はここをこうしたら解けるぞっていうのを、まあ、自分なりに分析したりしてました。なるほど。ただ一個だけそうすると気になるのがあって、はい、A1 ですよ。はい、英語っていくらまあ、傾向とか東大の意図が分かっても、あれ結構スピード勝負じゃないですか。そうですね、そうするとやっぱりある程度まあ、筋トレじゃないですけど、はい、やんなきゃなって感じもするんですけど、英語どうでした？私英語一番得意で、はい、東大模試とかだと95点ぐらい取れてたりしたんですけど。すごいですね。それは英語は何もやってなかったわけではなくて、まあ、東大型の演習っていうのを過去問ではないんですけど、まあ、寄せ集め問題の寄せ集めみたいなのを毎週解いていたので、まあ、それでまず東大型の問題には慣れたっていうのと、あとはまあ普段の模試とかテストから時間は気にしようっていうのをまあずっと考えていたので、まあ、時間制限っていうのはその 1,2 年分解いた中であまり苦労することなく調整できたと思います。なるほどですね。あ、そうか、ベースの力が英語はあったんですね。そうですね、元から結構英語だけはちゃんとやってたので。なるほどなるほど。高1の頃からずっとっていうわけでもないんですけど、はい、まあ最初すごい苦手だったんですけど、学校の授業とか塾のテキストとかを英語だけはサボらずに続けていったら、ある時2年生の後半ぐらいからすごい得意になって、模試の偏差値も上がったり、大体の文章は読めるみたいな感じになってました。すごいな。すごいですね。いやこれねちょっとそうですね、なんかなんかすごいなというふうに思いました。今まで来ていただいたゲストだとアキトさんをちょっと僕は感じましたね。いやまあもちろんいろいろあると思うんですけど、すごいなと思いました。はい、やっぱりね帰国子女とかじゃないわけですもんね。いやすごいですね。はい、というわけで。バイトさんの勉強法聞きましたけど、なんか僕が学ぶことの方が多かったかもしれないななんかこういうタイプの方もまだまだいらっしゃるんだなと思って、結構やっぱり「キャッシャー TV」だとまあ、僕がなんですけど根性論をやっぱりね10時間じゃいみたいなやっぱ言っちゃうんで1日、まあ、ちょっとまあそうじゃなくてもね伸びていく人もいるなってやっぱちょっと僕が本当に勉強になった感じで、はい、ありがたいところでございます。でもまた結構受験時代さっきね動画の外で余談で話したんですけど YouTube 見ちゃったりしてて、はい、もうスマホが手放せなくて、はい、せめてもっていうことで、まあ、お風呂の中とか洗顔してる時とかずっと YouTube で、まあ、数学とかの勉強をしてましたね。はい、ということで意外とねそうちょっと、まあ、お茶目じゃないですけど最近の高校生らしい側面もお持ちということで、はい、また、これから大学で頑張ってもしかしたら YouTube デビューされるかもしれないわかんないですけど、はい、いただけたらというふうに思います。はい、というわけでね今日は、まあ、最後ちょっとふざけてしまいましたがすごくいい話聞けたかなというふうに思います。なかなかまあもちろん合格してまだね、1週間経たないぐらいの時に撮影なんですけど、そのタイミングでの話というのは動画になりにくいですし、あとやっぱりここまでね深くね、まあ、ある程度その、まあ、短い時間というかしっかりと集中して合格した方の意見っていうのはなかなかネットに出てこないので、皆さんもぜひ参考にしてみていただければなというふうに思います。はい、というわけで本日伊藤さん本当にありがとうございました。視聴者の皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。